ニュースポストセブンです。母が全身全霊で支えていました。11月4日から2日間にわたり初の単独アイスショープロローグで華麗な滑りを披露した羽生結弦さん。引退後やプロ転向後にはマネジメント会社に所属するケースも多いアスリート。羽生さんはその選択はせず、お母さんが事実上のマネージャーとしてサポートを続けています。フィギュアスケート関係者は、二人三脚のスタイルを続けているのは羽生さんにとってお母さんこそが一番自分を理解しているという絶対的な信頼があるからでしょうと話しています。ニュースポストセブン。